どうも山上です。さあ今日は草野球に勤しみましょう。気をままに誘われたのでね。キリさん、うん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。デートか。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。そうだね。かえってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど、なら行きましょう。球場まで案内する。ああ頼む。ロープウェイ乗るのかな。山の上の球場、天国に近い球場じゃねえか。おお、いい天気でよかったね。草野球なんて堅気の象徴だよ。頑張るんだぞ桐生ちゃん。おお桐生さん、よう来たの。いいのさん、急にメンバーが腹壊しよったんじゃ。じゃけ宿代の代わりと思うてくれや。はい、安いまです。ああ分かってる。いいのくん、あんまり桐生さんに恩着せがましくしないでよ。なんなら清ちゃん、わっとるよ。おじゃけど本人がええ言うとるんじゃけ、清ちゃんもそがにこいつの肩を持つことはないんじゃないの。デレデレだ。いいのくんには関係ないでしょ。冷たいの。ナグもそっくりだ。キリュウさんはライトの8番じゃ。はい。じゃけどあんまり頑張りすぎんでえわ。はい。わしら気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。瀬戸内ウォーリアーズ。でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見てキリュウさん。まあ怪我しないようにやるのが。おお、マジ面白いもんじゃ。いやのう、よくよく踊れとは縁があるの。人外サンダース。本当に攻めえ街だなここは。キヨちゃん、あんたなんでまたそいつと一緒なんじゃ。何、別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあキヨちゃん、わしの気持ちはようわかっとるはずじゃろうが、そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな南雲。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれやバカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる頭。もういいじゃないですか。さあみんな待ってますから。あ、ゆうた。今日の試合は荒れそうじゃの。おヤクザさんも草野球するんだ。あんた前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それよりあいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。そう。あとのメンバーは仇じゃけ。それにな、ナグモもあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。いいのさん、いいね。いやな、高校の同級生と草野球でおっさんになっても遊ぶって最高の青春じゃないか。ライトの8番桐生参ります。ピッチャーだ。いいのだ。ハルト君は気のままが見てくれてるのかな。おい、一球目から。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。何それ。お、カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。どこが真面目だ。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう踊れ、それでも金玉ついとるか。松永の兄貴。兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら
あの人のええとこなんもなくなるで。さあどうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ああほうじゃの乱闘じゃん。大丈夫キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？気をつけてねお父さん。かわいそうに顔当てられたの？ヘルメット大丈夫？ようやく本命のお出ましじゃ。え？今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の弾がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ腐れ下道が。頑張れ。死ねよ。おお結局確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てない。キリュウちゃんのバットは暴れん坊だぜ。お父さん。始めますか松永の兄貴。え始めちゃうのユータ。肩着のメンバーがかわいそうだって。おいおいまずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ喧嘩じゃ喧嘩。いや行くんだこれ。何これ。3対1。あサンダースサンダーズ周り、あ、3対1か。周りは見てるだけか。そうやってそうやって俺は関係ない。知らぬ存ぜぬじゃないぞ。お前たちのメンバーだろうが何とかしろ。ほらあんたもか。あんたも俺を行くか。うさみこっち来い。うお何投げてるあいつ。あいつてめえこれ許さんからな許さんからな許さんからな。うおいしょよいしょよいしょ。うさみは殴らん。うさみは殴らん。お前から殴るんじゃボケこら。うおら神聖なマウンドで何しとるか。こらうさみ巻き込まれるぞバカバカ野郎が。うさみを殴っています。俺のことも兄貴って呼ぶ世界線は来ませんか。うおいしょよいしょ。あいつが投げる前に何かやった方がいいな。おいおれよいしょ。色瀬一家がなんぼのもんじゃい。登場会ここにありんでな。これがカムロ町の野球だ。シティボーイなめんじゃねえぞ若造これ。本気になっちゃって。まあなそんな3人でさ。この人仇だ。今は仇なんだけど。いっちゃあいつ投げてくんのちょいちょいうぜえな。ちょいちょいうぜえな。うわいや。ああ掴んだ方が楽か。うーら振りません。いけほらゲドゲーカスカスが多いね。うわうわしょおいしょ。一人は松永さんごめんね。君からやっちゃおうという作戦。あいつ投げてくんのマジでデッドボールゼラな。バットないか。バットあバットあるじゃん。バットでドンじゃない。これ使っていいか。ああ達夫にまた怒られる。だあだうさみうさみ言うた。うわいや俺もボールのヒートとかないのかな。ある。あありそう。あるわ。ほら俺は投げずに殴っていくさ。一人終わり。グッバイ松永さん。ボールでポンポン。俺のデッドボールはそんなに。キリちゃんあんまピッチャータイプじゃないんだ。あれあれポイ。うわー当たらん当たらん。お前すごいな。よいしょよいしょ。俺いやー何ジョウサミ君。おちょっとチームワーク完璧。僕にもその仲間が欲しい。バットもう一本あった。バットのヒントってある今覚えてる。あ、うさみうさみ言うたうさみ若造がこらシャバ造は黙っとけこら。うおあとは一対一だ。さすがだな南雲くん。決着をつけよう。これ勝った方がキヨちゃんに告白する権利っていう青春みたいなことしない。あれういおらうてやめこれやろ。よしよしもう殴り合いだバカバカバカがこら。いったれいったれお父さんお父さんいって負けないでお父さんお父さんいけいけ殴り合いだ。オッケー男の喧嘩。結
局乱闘じゃないですか。バッティングゲームかと思ったら、まあ、一回喧嘩すれば友達でしょ。あ、笑ってる。すごい、さすがキリちゃんの子だ。マジか、あのおっさん。試合終了だ、ナグモ。え、お、踊れ、こん、かまつたれが勝手に終わらす。結局拳で勝敗を決めたぞ。なんなんだよこれ。お疲れさん、後で合流するわ。打ち上げ、ハルトがちょこんって座って、まあお人形さんみたいに。まあ悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、ええんじゃ、キリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、ええ腕っぷしじゃの。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。メンツ丸つぶれだ。ナグモのバカタレにはええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのはナグモくん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわキヨちゃん。ナグモにはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところでイーノくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。そうだよ、ハルカだよ。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。おえ、そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。行く行く。いや、遠慮しとく。ちくしょう、俺にはやることがあるんだな。ダメか。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリュウさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、わかってる。約束はできねえな。じゃ、はい、ありがとうね。またやろうね、乱闘クソ野球。はるかちゃんの手かかり見つからなかったですね。うん。ああ、こうなると本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割に遥の顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない、うん、住んでなかった。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、なら、その後またうちのお店に来て。うん？一汗かいてお腹空いたでしょ？今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから。ハルト君のお世話もしたいし。ふん、わかった。じゃあまた後で。恋が芽生える予感。そんな優しい顔で女を見たら女は惚れてまうだろうが。え？キヨちゃんと？それは、そこの三角関係に入り込まないでほしいな。ね、キヨちゃんとできたらしょうがない。着替えちゃったのか、スナック清美に行くか。うん。うん、スナック清美へ向かう。ハルト疲れちゃったか？で、おじいちゃんの野球はどうだった？あれがカムロ朝式の野球だ。覚えておけ？布団しか結局ないんでしょうね。から、テレビもね、ラジオもね、車はそこそこ走ってるけれども。がまあそうか、明日にも帰るかもしれないのか。はるかちゃん観光で尾道来ただけだったりするパターンなんじゃないか。まあお腹空いたし、キヨちゃんの店向かっていいかな。いいかにゃ、サブストはまだ怒らないかな。このミニゲームスポットが気になってるんだよな。龍南神社でいいのかな。神社ちょっと行ってみるか。そうだよな、その土地に来たらその土地の神社にご挨拶しなきゃ子育ては始まらんもんな。はーい、寄り道してから行きます。いや、広瀬一家これで
いや、南雲に認められちゃうんじゃないか。やっぱ男の友情って拳で芽生えるってところあるしね。神社はどう行く？おーおー、あ、鳥居が見えたぞ。これが鳥居だ。ディス、あ、ハンマーがある。なるほど。喧嘩するときに覚えておこう。あ、神社だ、見てみろ。ハルト、鳥居って見たことあるか？ま、見たことはあるのか？記憶がないだろうが、ああ、いい。あ、ハルトが映らないじゃん。おじいちゃん、自分ばっかり。あ、ハルト、ハルト、クソ、見切れて。ハルトとちゃんと写真たくさん残して、ハルカちゃんが目覚めた暁には見してあげような。ああ、いい、そういうこと、そういうことだ。ハルト、ハルト、こっち見て。ハルト、ハルト、クソ、こんな時私がスタジオアリスの店員だったらな。オラオラ、オッケー、いいね。うん、で、クヒがあるね。クヒだ。うい、全部読んでいこう。つわものに酒振る舞わん菊の花。漱石先生。夏目漱石。漱石先生じゃないか。戦う者を見守るように凛とした菊が咲いている、そんな風景が思い浮かぶな。詩人、ボエマーキリュウちゃんだ。ありがとう。よし、どうやら神社にミニゲームがあるっぽい。立派な神社ですね。神社で何をして遊ぶっていうの？あ、お地蔵さんか。お地蔵さん、お地蔵さんゲーム、なんだそれ。あ、広い広い広い。あ、クヒがあるわ。うん、うん、うん、特に何が、あ、なんかここ、うん、ここはなんかあれだね、中高生が夜合いびきをするのに絶景のスポットって感じしない？私だけか。オッケー、クヒよ。もうクヒ、クヒ好き。クヒだ。おひだるきはことに戦の大使なり。あ、すごい読めるね。場所、場所。ふん、腹が減っては戦ができぬということか。そうなんだね。おお、博識で助かります。お地蔵さんに話しかけてみる。何すればいいんだろう。え、調べる。地蔵が並んでるな。お供え物をするゲームする。いや、経験値がもらえるんだ。お供え物をすると徳を積めってこと。何、お供え物って何やればいいんだろう。これはぁ、ああ、錦の写真あげちゃうか。絶対にあげねえ、誰にもあげねえ。私の棺桶に入れてくれ。うん、何でもいいのかな。食べ物がいいのかな。やだな。あげてみよう。はい。ああ、魅力経験値ブースト。今後バトルを一回行うまでの間、自動で効果が発動します。何これ、何が起こってんの今。これはあれか、経験値がもらいやすくなったっていう感じでいいのかしら。ブースト、うん、オッケー、わかんないけど。なるほどね。お供え物をすればそれぞれの経験値、はあ、これはミニゲームと呼んでいいのだろうか。なるへそ、なるへそ、了解した。お供え物たくさんあげればいいのか。うん、おみくじ引きたいな。お賽銭も入れてみるか。ハルト、お願い事あるか。赤子にお願い事なんでなかろうな。山神ママのお願いはね、そうだな、錦山に会いたい、それだけを願い続けていきたいと思う。シックスでも叫んでいくさ、錦山の名前をなっつってな。ハルト怖かった、ごめんね。これが執念ってやつだ。ここにも飲食店があるんだ。ああ、坂を駆け下りていこう。この長い長い下り坂をつってな。はい、お地蔵さん発見できたのでスナック清めに戻りたいと思います。マジ宇佐美優太、くっそ松永に嫉妬しちゃうよな。なんであいつ兄貴って呼ばれてんだよ。あんな可愛い弟分俺も欲しい。でも俺の弟分になったらみんないなくなっちゃうから、ならなくてよし。よしよしよし。ハルトもおねむなんじゃないか。ごめんな、野球付き合わせてな。なぐもくんとゆっくりお話ししたいけれども、女性が絡んでたら無理か。はーい、来ました。今日店お休みか。かんこ鳥が鳴いているな。いらっしゃい、どうぞ。ええ、ハルトの特等席だ。お手洗い前の床だったけどな。なあ、ママ。はい？この店はいつも空いてるんだな。
耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう日が消えちゃってて、うん、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。一人？この店はずっと一人でやってるのか？まあそうかな。それよりまずは乾杯。そうこなくっちゃ、ね、二人で打ち上げだな。ああ、いい雰囲気。で、冒頭のシーンか。なるほど。ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。ベイビー、でね、なくも、あ、そうだったんだ、なるほど。クソ野球後に。おう、表出や、桐生。うぅ、いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。あ、キリちゃん、南雲、そんなことがあったのか。ハルト、いい飲みっぷりだぜ、ハルト。邪魔するで。なんなんです。わしは増添組じゃ。南雲の面倒を見とりますがの。増添、わしは組長の増添いうもんですが。声、増添組組長、増添浩二。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。増添組広瀬一家だもんね。あんたに指図される覚えはねえ。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう、じゃったら構わんが、後で吠え面かかんこっちや。キヨちゃん、すまん。え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店でみかじめ取らんのもうなずけるの、南雲。ああ、そういう。じゃが、広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。増添の絵分。わしゃの、陽明連合会直系に名を連ねる増添組を背負っとるんで、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促せないかんのか。踊れらがきっちり見かじめ取らんけ、金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せってますけ、もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。あ、ハルト、声ね、声ね。みかじめなら払えます。ママいいの、よその人は構わないで。この町の問題なんだから。じゃあ、
キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったら、わしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、ナグモ。踊れ。わしらに恥かかせるんか。おう、マスオの親分、わしらにはわしらのやり方がありますき。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますな。ほんますまんな、キヨちゃん。ナグモ、早う来いや。我らこれから男を見せるんじゃろうが。いや、ナグモ。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。キリちゃん。え？すぐに戻る。奴らはどこに行った？まだ遠くには行ってないはずだ。やっぱり南雲くんが心配で見に行ってくれるんだね。ありがとう。いやでも南雲の行方を、ちょっと今日はここで終わりにしてもいいですか？ふう、いやいいじゃん南雲。あそこで三日中受け取らない。まあなあ、まあ極道、あもうなカバチタレがなんで極道になったんだあいつ。一緒にイーノ君とこの町でキャイキャイしてればよかったのに極道になっちゃったからだろう、バカチンが。いや本気で惚れてるんだな、好きだ、やいのやいの。ちょっと中入る。いやちょっとなんかマス沿いにぶるっちゃったな。いや、おやくざさんが久しぶりでさ、忘れてた、これは草野球乱闘育児ゲームじゃねえわ、おやくざゲームでした。4代目、まあ外野だもんな。それが陽明連合会のやり方と言われたら、戸様の俺は何も言えないけれどもな。一緒に野球した仲だから、一緒に乱闘した仲だから行くのかオッケー。いやちょっと南雲に泣かされると思わなかったよ、かばしたれが。好きじゃけやばいね、男見せるってことは。今頃タコ殴りですか、命だけは取らないか。広瀬一家の親父は今伏せてると言っていたから、ご高齢なのかな、ご病気で。あ、やべ、エンカウントのやついた。今日はここで終わりにしましょう。次回は南雲くんと桐生ちゃん大活躍、友情パラダイスになりそうですね。楽しみです。次回も頑張って南雲探してまいりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。ナグも好きじゃんかよ。好きなタイプの男だろ、キリュウ。立ち上がってくれると思った、立ち上がってくれると思った、嬉しい。